ということで、柿川駅、柿川、昨日12時に着いて、ぐっすり寝て、ひろこの家で泊まらせていただきました。友人の友達の、友人知り合い。ということで、鹿です。なんでかっていうと、名古屋城。大輔くん家で、鍋パーティーでーす。もう、ごめんな。名古屋を出て、三重県に着きました。この道はすごく気持ちいい。なんか本当にここはもう自然が豊富で綺麗なとこで、道塞ぎすぎ、走られへん。名古屋から今日は名張まで行こうと思ったけど、今日は104キロ走ったけど、あと40キロ足りないということで、無理せずに公園で寝ることにしました。結構いいとこを見つけたので、これはすごいです。自分専用の洗面所とかあります。これは嬉しいですね。まあ、明るくなってからまたお聞きします。おやすみ。今朝はここで寝ました。テントは、閉まってしまいました。うっかり。今このラジオで、ちょうどラジオ体操が流れ始めました。6時半。いや懐かしいですね。三重の山奥、ついに名張に着きました。もう坂ばっかりで、7時に出て今10時で、ちょうど18年と、1週間前にこの町を出たんですね。ここに住んでます。小学校から仲間のたかしさん、久原たかし、会うのは何年ぶりや、8年ぶりか、それぐらいやな。懐かしいわ。あんまり変わってへんような気がする。いっぱい来てるところ。So now I'm going to go inside the Ninja Museum. It's about 30 minutes away from my house, and well, 30 minutes away from where I used to live. And this is it right here. It's gonna be cool.
十字手裏剣という手裏剣。忍者屋敷、子供の頃に2回ぐらい行ったんですけど、舐めすぎです。めちゃめちゃ楽しかったですね。めっちゃ楽しみすぎて子供と一緒に。